若宮さん、まずはダブルス、今日はあの新鮮なね、はい、初ペアがこちら日本ペイント、はい、加藤と松平、出だし素晴らしかったですよね、はい、積極的に攻めていました、はい、熟練のチャンとジャンに立ち向かっていきました、はい、そうですね、はい、このまま行くかなと思ったんですけれども、はい、やはり、熟練のペアが、はい、強さを見せましたね。すごいですね、はい、うろたえなかったですね、はい、落ち着いてました、はい、で、第1マッチちゃんとジャンがダブルス取りまして、インタビューに出ました前田がリ・ホチン、格上ですよね。はい、格上の選手ですね、はい、ランキングでは格上なんですけど、近々の試合では取っている、はい、まあ、これレフティーであるっていうのもいいんじゃないかと。そうですね、まあ、前回勝っているということで、また今回も勝ちたいと力んでしまうところをしっかり自分を抑えて、はい、最後に爆発させて素晴らしい内容でしたね。今の集音聞いていただけましたかね、はい、絶叫でしたね。絶叫ですね。そしてこの強いジャンの相手が日本ペイントの期待の星16歳、はい、相馬夢乃です、はい、カットマンです。ジュニアの期待選手ですね、はい、世界ジュニア3位に入っていた選手です。よく頑張りました、はい、要所要所でしっかり自分らしいプレーを見せて攻めてくれましたね。これなんとね、ゲームはすべてジュースなんですよね。そうなんですよね。ジャンをうろたえさせるような試合でした。そして 3-0 で日本生命の勝利は確定しましたが、第4マッチは加藤美優が今お見せするように意地を見せました、はい、特に若宮さんも絶賛したのがラリーですよね。そうですね、チェーン選手が攻めて攻めて攻めているんですけど、それを負けじとブロックし続ける加藤選手、はい、素晴らしかったですね。そうですね、今日の4マッチを画面を通じてご覧いただいていたら、いかに卓球が 4-0 でさえ 3-1 でさえ、はい、どっちが勝ってもいいようなクロスゲームなんだっていうのが分かりますね。そうですね、勝ち負け関係なく内容が面白いですよね。